は石垣島麺どころさんです。駐車場も20台完備ですよ。でかい。映るんかい。ね、なんか看板がすごい美味しそう。これ何？辛麺ってとか辛いんじゃん。ね、初めて、うん、行ってみよう、行ってみよう。おしゃれっぽい感じ。インターポンチも近く。うん、マーク、マーク。ヒッパーアーチが壁を張ってるよ。あ、二重扉なんだ。どこ、ここ？じゃあレジの方に LINE 登録をすると50円って書いてある。石垣島ラーメン。なんかいろいろ。醤油ベース。これが辛いやつ。辛いやつあって選べるんだ。10辛まである。で、八重山そば。チーズケーキなんて初めて見た。他は見たことあるけど。ほい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 。あ、ご飯物もある。ちょっと、あ、本当だ。これチャーハンセットもできる、餃子セットもできる、もう唐揚げセットもできる。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと。だから俺は餃子セット、餃子ここにいられる。うん、はい、炙り、醤油の炙りチャーシューラーメンと、チャーシュー、はい、で、これだった、うん、この塩の煮卵、はい、塩ラーメンを餃子セットで、餃子セットで、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。だね、石垣島ラーメンにしなかったの、そういえばうちらね。はぁ、あ、なんか美味しそうだ。これあっちなかったの、見なかったんだ、右側。だから絵が分かんなかったから、これしたらよかったね。ね、せっかく来たんだったら石垣島ラーメンってどんなのよみたいな。ね、食べてみればよかったね。もう遅いよね。そう、あ、石垣島ラーメンは麺が八重山そば麺になってるの。はぁ、どうする、これを取り返しながらことしたよ。そんな大変なことじゃないから大丈夫。背脂とかもあったよ。なんか青パパイヤとか、ね、ほらシークワーサーもみじおろしとか、あ、これいいかも。でもね、本当気がつかなかった。うん、そう、美味しそう。うん、美味しそう。よく見ればよかったね。でもなんか。こんな感じで見ると、俺はこれね、うん、餃子とご飯とついてるやつ、ね、うん、なんかちょっといい感じだよね、うん、カフェっぽい。建物がおしゃれ。ちょっと後ろに見て、ね、こっちがもうさ、窓ガラスがさ、これほらほら、あの、ね、オール全開なの。上から、天井からこの下、足元まで。バナナ、バナナはいいんだけど、ガラスはすごい。ね、ねえ、ちょっと見て、窓から見る景色がいいんだけど。ああ、おじいが映ったのが残念。皆様、すみません、おじいのモデルで我慢してください。ジャングルの中にいるみたい。ほうほうって言ってね、あのインターコンチの通りからね、まっすぐ大浜に抜けるところ、左手です。あるよ、あの、
回転寿司の横。あ、そうです。石垣で一軒。はい。じゃあちょっと塩チャーシューと、塩の煮たのもと炙るみたい。はい。逆だ。美味しそうじゃん。豆のエビ、エビ。じゃーん。私のは炙りチャーシュー、醤油ラーメンです。もう醤油醤油してるね。てか炙りがうまそうじゃん。炙りがでかいね。うん、炙りうまそう。早速美味しそう。伸びる前にいただきます。はい、どうぞどうぞ。食べたびを。いただきます。これ餃子セットだからね。うん。買ってるよ。炙りがでかい。あ、炙りって表面だけ炙ってるんだ。ああ。裏側。ほんまや。色白。で、こっちの色黒。うん。ガングロ。20年ぐらい前あ言ってたよ、これそばの麺は石垣のでしょ、うん、石垣縁山そばをラーメンちょっと太めにしてるのこれのことあるんでしょ、みんな一緒わかんないぽい塩だ。あ、私醤油だ。ちょっとよろしいですか。これは塩。石垣の塩で石垣の塩。あれ、あの何？ラーメンなんだけど、そばの要素が入ってない。なんか豚骨っぽい塩。で、あのごまが効いてる。これはもう醤油だ。ラーメンライス最高かも。これも本当醤油だ。ね。麺が本当あの八重山そばの丸麺に近い感じがする。うん、味はどうだろう。ラーメンかそば。そばラーメン。麺はそば。うん。八重そば。うん。うん。なんか面白い。なんかちょっとほらちょっと違う。両方食べた感じ。だからなんかラーメンでもないそばでもない感じ。うん。煮卵2個入ってたよね。うん。2個入ってたよね。入ってた。2個入ってたね。八重山そばあるじゃん、そば。うん。がどんな味なんだろうって気になっちゃう。ね。うん、なんか、2杯食べた感じがする。うん、お得な気分。チャーシューでかい。ね。うん、めっちゃ柔らかい。うん。香ばしいな。これ麺好きかも。ちょっと脂身が多いから。あ、ご飯もね。最初よ。はい。まだ。あのいつも YouTube で見てたんですけど、ありがとうございます。まだちょっとコメントまだ最近見られてたんですけど、ありがとうございます。見てくれてました。リスナーさんのお店でした。麺は好き。うん、美味しい。本当にあれだね、あのラーメンと八重そばの、うん、ハーフって感じの、うん、ホテルに泊まってるしいいかも、うん、近くにこれぐらい美味しいとこあると、うん、
本当歩いてこれる範囲だからいいもんね、うん、でも焼き加減がいい色、普通にうまい、うん、本当、なんていうの、本当普通にうまい、うん。私は塩の方が美味しいかな。帰ればよかったね。今日トレードしてません。麺うまい。本当に美味しい。ちょっと美味しい。しっかり塩だ。醤油気が和らぐね、うん、あ、悪くはない、うん、やってみる、うん、ちょっとすごい多かった醤油系だよね、うん、2つの味が楽しめるからなんかお得感がある、うん、全然あの想像のイメージと違う、うんうん、看板ってラーメンがあるお蕎麦があるってやって、あ、別物がちゃんと2種類あるんだと思ったらこう来たかって感じ、なんかほら、あのラーメンと八重そばのハイブリッド、うん、ね、うん、うん、美味しいね、うまいでしょ、うん、うん、今度味噌ラーメンに入れてごらん、味噌ラーメンね、ちょっとまあ、とりあえず実験としてある程度食べてからやってみて、はいはいはい、美味しいよ、本当昔は味噌ラーメンに酢をどぼどぼ入れてた、もう初めて聞く、美味しい美味しい、でもちょっと塩の味を知ってる、え、なんでもない、めっちゃ最近独り言が多いよなってさつぶやくように言うからさ、完食です、完食です、なんでちっちゃいの一人が登録したらいいわけ、わかんない、あ、すごい、あ、お友達になってだからそうじゃない、見て、50円引きした後にさらに次回使える100円引き券って超お得じゃん、もうすでに登録して今すぐ登録を登録済み、広い、ちょっと上がって、あ、広っ、へぇ、すごいすごい、
あ、すごいね。いいですね。はい、すいません、お待たせしました。で、あのお二人分で100円引きさせていただいております。大丈夫です。はい、はい、お願いします。ごちそうさまです。美味しかった。麺が美味しかったね。麺が美味しかった。うん、なんかやや蕎麦とラーメンが。あの二度美味しいっていう感じがした、ね。うん、とにかく麺が美味しい。そばでもない、ラーメンでもない、うん、美味しかったです。仕事うまい。あの LINE 登録して50円引きしましょう。はい、ラッキー。ラッキー。はい、じゃあまたねー。